今回は、天城越え。監督は、三村春彦。1983年の作品です。昭和15年、天城の峠道で起こった土工殺し。捜査線上に浮かぶ、裸足の女、花。当時14歳だった、小野寺健三の、性の目覚めや同型の念と、それを取り巻く、理不尽な大人の世界を描きます。出演は、田中優子、渡瀬恒彦、平木喜次郎、伊藤洋一ほか、松本清張、原作の推理サスペンス。田中優子の、なんとも怪しく、ツヤっぽい姿。豪華共演陣による、それぞれに癖の強い演技にも注目です。